株式会社 GF 技研の代表取締役梅津健二と申します。弊社は次世代に向けて世界中に広く普及させる新しい空調システムの開発をしております。私は株式会社東芝において50年近くも開発事業をやってまいりまして、その後タイとかアメリカに出向いたしまして、それでこのままの空調システムではやはり大きな問題があるという認識を持って帰ってまいりまして、新しい空調機の開発に邁進してまいりました。現在世界の空調市場は約12兆円と言われております。これからの予想ではあと10年20年のうちにこれが2倍3倍になるという予想がされています。そうなりますと電力をどうするか、それから空室を本当に改善する機能をどうするかということで、これからの空調機は新しい換気がついている空調機で省エネなものの需要が高まってくると考えております。弊社はそういう新しい空調機を実現できまして、その空調機のことを FFA というふうに名付けます。フレッシュフリーエアコンです。これは技術的には水の蒸発を使って冷やすという技術を新しく取り込んでいます。最も重要だと考えているのは電力をあまり食わない換気機能がついて、室外ユニットがなくてもちゃんと設置ができて外観が素晴らしい、こういった空調機が強みになると思っております。具体的には大空間用とか住宅用とか工場用とか個人アパート用とかデータセンター用に分けまして、日本国内全域また世界中全域に事業を展開していくことを考えています。ですが、まずは大手の自動車会社に今年の夏実証テストを行うんですが、さらにビル用の空調機としても従来のものは屋上に室外ユニットが並んでしまって非常にもったいないという話もありまして、そういう地域で今いろんな商談を進めております。こういった商品は国内の特許、それから海外の特許にどんどん提案していきたいというふうに考えてまして、これを使って国内海外の企業と連携を組んでいく、それでスピーディーに事業を展開していくことを考えています。私どもはこの空調機とともにですね、太陽光を使うということを重点に検討してまいりました。で、私どもが考えておりますのは、太陽光で動く空調機、太陽光で動く給湯器、太陽光で動く冷蔵庫、これを実用化して、昼間の太陽光だけで蓄電池をほとんど使わずに、地産地消のエネルギーシステムをなんとか実現したい。これを次に考えております。ファンディーノの投資家の皆様へ、弊社はこのような商品を通じて本当に豊かで安心な世界を作っていきたいと考えております。その次には太陽光のエネルギーを使ったシステムを展開して世界中に広めたい。これができれば地産地消エネルギーシステムというものが完成すると考えております。ということで投資家の皆さんにはぜひご支援いただければありがたいと思っております。